はい、経年愛す車両です。今日は何をしようというのかというとですね、こちらですね、まあランプつけて、ここつけてハイランプにしても、このハイランプマウントつかなくなっちゃったんですよね。はい、そういう症状ですね。ハイランプしたままにしておきます。まあ原因はまあこっちのハイランプはつくんですけど、正面右側、こちら左側が切れてるんですよね。で現実には切れてないんですよ、こちら。まあ現在 LED 入ってるんですけどね、これ新しいやつ、おそらくですが、まあヒューズが飛んだと思われるんで、そちら変えてみます。ヒューズ飛んだんで、どこかっていうとですね、こちらのバッテリー横のこのリレー&ヒューズのここにね、多分ね、このハイランプ、あ、こっちですか、右ハイランプのヒューズがあるはずですね。こちらに、こちらリレー&ヒューズボックス、どうやって開けようか。よし、とりあえず手で開くね。はい、とりあえず開けました、この蓋の裏側にですね、ヒューズのやつ書いてあるんですよね、場所が。こうやってみると、HLPRH ハイランプの右、ハイランプ HLPHLH ハイランプの、ライトハイ L のハイですね、左側だから、右側になるんで、これ上の下に書いてあるから、ハイランプ LRH この15アンペア、123番目の15ですね。これこの EMPS ってやつ、ちょっとよくわかんないですけど、この123番目のこの15アンペア HLPRH ですね。ハイランプ右ヘッド 15A、 これ抜いてみます。というかですね、今言った場所で言うと、ここなんですよね。この30アンペアで、ここの2つに入ってるはずなんですけど、ないんですよね、15アンペアのヒューズが。ちょっと意味わかんないですね。逆に入れたらつくんかな。はい、このミニひれ型ヒューズセットのですね、この15アンペアをここに入れてみますね。むずいんすよね。はい、入れた。おい、なんかサイズ違うか、はまんねえな。なんだこれ、サイズ違うんか、なんだろう、はまんねえな。ってことはここにはいらないってことか。来てねえな、来てないっすね。はい、ここのヒューズボックス関係ありませんでした。こちら、左ヘッドランプはつくんですよね。で、右のハイランプ、ヘッドランプがつかないと。で、こっちの上の方のヒューズボックス見るとですね、なんとね、この前ちょっとこっから抜いたんですよね、バカだから私。これ予備のヒューズだと思ってね、このね、10ってやつがね、この空いてるとこにね、入ってたんですよ。これ助手席のグローブボックス下にね、ちょっと移動したんですよね。で、そのまま放置してたと。で、こちら見てみると、これボックスなんですけどね、この、見てみるとですね、上が、ハイランプの LH ですね。ハイランプの左側のヒューズってなってますよね。それを抜いてたわけですね、こちら。この、HLPRH
ハイランプの RH ですね、右ですね、下から2番目の10アンペア、これ抜いてたわけですよ。ですからこのミニ平型10アンペアヒューズを戻します。ここに10アンペアを戻すとですね、こうやって、はい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 、ハイランプつきますね。はい、つきました。人為的ミスだったってことですね。まあなんともおまぬけな整備手帳でございました。無事ハイランプ点灯しました。はい、こちらハイランプのこの表示灯もつくようになりました。なんともおまぬけな整備手帳でした。ご視聴ありがとうございました。